買ってなんか普通の亡者っぽいけど硬いっていう人なんだろうか。なんかいいもの落とせよ。弓打ってきてるなあ。あいついんのか。なんかパワーアップさせるみたいだからね、周りの人。それがちょっと怖いな。ほら、なんかいいもの落としそう。ハベルじゃなくて鉄カゴじゃなくてヘビにしとこうかな。どうせなんだっけ、魔法使いの人リポップしないだろうし、一発でなんか引きたいね。せっかく今アイテムドロップが、あれ、いつもの結晶の人、あれ、まあ、いつもの結晶の人っぽいな。また踊ってるよ。もう踊るなや、光栄から。ちょっと待って、こいつの攻撃パターンよく見てないな。ジャンプ切り、そんぐらい。今影が動いたから気づいたぜ。やばい、強っ、めっちゃ強いじゃん、やばい。魔法も飛んできそう。やめて。いや、もしかしたらバフかかってる。いや、かかってないか。お、よし、アイテム落としたぞ。早速なんか落とせや。なんだよそれ、いらんわそんなもんいらんわ。ちょっと踊られると厄介だな。何やってんですか。いつもの人だよね。やばい、くそ、やばい、このままだと死ぬ。はい、あぶねえ。ちょ、真面目にやって。俺真面目に、割れパペンパンポ。ペンダントはあれじゃないの、最初からの贈り物に入ってたやつじゃないの。さあ来いよ。ちょっと待って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 、ちゃうねん。パリーしようと思った、ごめん。パリーしようと思ったのが間違いだった。パリーしようとするから死ぬんだこのゲーム。パリーは初見の敵にはやるべき行動ではない。何回か倒して慣れて何度目か来た時にやる行動です。今はいいんです、あり、できなくて。かっこよさを追求してはいけません。おお、ショコっぽくなってきた。うわ、行きたくねえ。人いそう、横に。ロイ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 。魔法のなんかあそこにいるしな。とりあえず倒したいな。とりあえずこれ崩してえな。あー、また踊った、踊り始めた。やべ、今だ、サクッ、今だ、今のうちに殺せ。やばい、他のやつが多分強くなっている。逃げろ。あー、強すぎる、いってーそんなー。しかもアイテムは落ちてないし。まあでも一回倒したから。弓一発食らっただけで死んだんだけど、ごめん、弓じゃなくて矢一発食らっただけで死んだんだけど、もうどうでもいいわそんな。まあとりあえず回収できれば問題ないけど。いやー、マジか、後ろ向いちゃった、最悪。ちょっと逃げ腰にしすぎたかな。また俺の人間性がなかった。まあでも戦いやすくなったなこれで。そう思う。めっちゃ強いんだけど、バフがめっちゃ強い、とにかく。あ、ちょっと待って、いいこと思いついた。くらえ、いけ、ユミンボ。え、あれ、いいぞ、やられた、早早いわ。くらえ、いけ、どんどんやれ。やられてんじゃねえか、使えねえよこいつ、思った以上に使えねえ。技量戦士なんだから指も、指も利用していかないとな。勝った、ドゥッやったぜ。さあ、あとはあいつらのバフが効
消えているようなので楽勝かな。弓だな、あいつ。あいつ弓兵か。あんまり突っ込むと危ないかもな。なんか変なとこから襲ってきたりしないよな。それはちょっと怖い。なんでしょう、これ。これ、あ、登れないのね。登れないなら逆に安心だわ。そういう道はないということ。後ろにいっぱいいんじゃん。マジかよ。マジかーい。右から来てるな。倒そう。慎重に行こう。危ね、右から来てると思ったけど、来てねえじゃん。怒った。なんか飛び道具をさ、全部無効にする魔法とかないの？ むちゃくちゃである。風魔法みたいなやつ。シュ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 みたいな感じの。通れないんだけど、ちょ、崩れないし。下から行こう。なんかあるぞ。基本こんな感じでバックスターを狙っていこう。なるほど。なんもなさそうです。なんか新しいね、こんな明るい感じの普通の雰囲気。ちょっと待って。弓しかないんだな、こいつ。弓しかない男なんだ。それならちょっと楽かも。お、逃げたか。楽ー。そのタイミングで撃ってこないの楽ー。また来てんな。まだ弓兵いるな。弓兵ね、弓兵。よし。段差だから不安だったけど、なんとかなった。アイテム出せよー。とりあえず違う敵が出てくるまではちょっと、今のところは。たった1にさえならなければ、こいつらはもう安心かな。どうした？お、また、またエレベーターがあるな。うわー、なんかいいね。巨大図書館みたいなステージ。雰囲気が。燃やしてこうぜ。めちゃくちゃするやつ。あ、なんかある。大丈夫。えい、光る寂しい。あっちにもある。どうせミミックだろ。俺はもうミミックだと。当たりをつけて。わかんねえな、これじゃ。いそう、ミミック。超いそう、ここ。で、こんな守られてるミミックいねえか。矢をガンガン使ってこう。ん？なんか後ろから足音が。気のせいか。これでいいな、本当に。バックスタで一撃だし。え、なんか矢刺さってなかった。俺が刺した矢か。ちょ、しまった。囲まれるところだった。 あっという間に囲まれるところだった。あれ、なんで？なんで？とりあえず倒した。まあ大丈夫だろうけど。上から足音がするんだな、きっと。スッと言いながら全然かわせてない。なんだろう、このゲームにおける決勝の位置づけって何なのかさっぱりわからん。お前 お前4回で死ぬかな。強くなってる可能性あるよな。ドン。倒せる倒せる。OK。5回撃っちゃった。さあ何ですか。ポン。それ 決勝のナイトシールドか。決勝か。70。まあ確かに。強いのかもしれん。耐久度20のシールド。ちょっと今だけ装備してみるか。いやー、でも物理カット以外そんなに強いわけじゃないでしょう。まあでもここで装備しろというあれなのかもしれん。チャキーン。キラキラ。まあまあまあ、嫌いじゃない。
壊れたら壊れたでもう使わないわけだから使っていこう。いるいるいる。俺の結晶のシールドに、ちょっとシールドがもったいなくて使いづらいっていう 特徴を持つシールド。よし、いただいた。何これ。ああ、すごい、あのロンが見渡せるわ。あのロンが霧に包まれてるわ。ボーレタリアの二の舞じゃ。違う世界なのかもしれんけど。あれ。回復しよう。さーて。今何の指輪してたっけ？金蛇か。なんでや。ちょっと金蛇はさすがに最初のところじゃ怖いからやめとこう。霧の指輪にしとこう。今作も気配消す系は強いのかどうか。ああ、でも初見でこれ使っちゃうとなんかなーっていう気がするかもしれないな。上に上がってる途中で敵が降ってくるみたいな。なんでさ、SE 消えちゃった？ なんか今回おかしくね？うわ、結晶だ。結晶化現象。液状化現象の反対。なんでこれ音鳴ってないんだろう。なんか音鳴ってないのさ、バグじゃねえかな。大丈夫か？なんか、この後音が鳴ってないと面白くないみたいな要素があると。超困るんだけど。暗っ。落とし穴とかないね。あ、誰？え？誰？敵？敵ですね。NPC でもロックオンできるとは限らなかったりする？誰？いや、敵ですね、普通に。なんだこいつ。なんかドナールさんかなと思ったけど、全然違った。ドナールだっけ？ドーナルさんだっけ？何こいつ。あ、やばい。俺に気づいてないんだ。さすがの指輪である。いや、マジか！めっちゃひるんじゃった、俺が。ちょっと待って。遠くに行けばお前気づかなくなるだろ、俺のこと。気づくな。見失ったろ。ほら、見失った。絶対見失ってんだから、こいつ。バック取れんじゃねえか、これ。さすがにそれはない。なんだこいつ、バカだ。バカ野郎が。何やってやがる。よし、置き詰め完璧。やったぜ。何者だ、こいつ。3000。なんか、素敵な仮面だったね。くれよ。くれよ。なんじゃあれ。なんじゃあれ。結晶か。単純に。ジャヒーンとか言って横からさ、入ってきたりされると困るんだけどね。あ、いる。俺は油断しない。油断はしていない。決して。決して油断しているわけではない。よし。なんだ、罠が絶対にあると思ったけど、なかった。あ、どんどん結晶化されていくよ。ちょっと光る鎖石邪魔です。あ、結晶トカゲも何か結晶に関わるものなんだろうか。いや、怖っ。ちょっと結晶化が激しすぎじゃないですか。おっと、もうかい？いや、さすがにボスはないだろう、まだ。まだボスはないと思う。マジか、ボスかよ、早えな。白竜シスト。やめてー。けけけけ、お、ちょっと待って、動く。え、ちょ、これ。どっから行けばいいの？え、これ触れちゃダメだよね、多分。発生した後にも。刺さってみるか、後で。うわー、ちょっと待って。いった！嘘だろ。意味がわかんないですけど、それ。いや、ガードできないでしょ、そんなの。意味わからん。死んだ。はぁ。いや、どういうこと？ってなるでしょ。マジでどういうこと？は？ここどこ？は？ってなるでしょ。謎すぎんだけど。ちょっと待って。これワープできんの？
ワープできるなら意味ないよね、この牢屋。意味ねえじゃん。このかがり火は切り離されており転送はできません。負け夢ってこと？そんな後半には負け夢持ってくるんだ。ちょっと待って、じゃあ座らせた後にそれ言うのやめていただけますかね。なるほどね、そういう面白さなんだね。ここは出れないよ、ヘビ人がいる。開けんのかよ。ちょっと待って、なんかいる、怖い人がいる。開けんの鍵、まあそうだよね。ダメだった、全然。あ、負けイベか。勝てないんだな、きっと。言い過ぎでしょ。お前たち、油断しているな、この俺が。ビュン。今だ！できません。ファイヤー！やったー！ 決まったな。回復しないとでも。不死の魅力はあんま使えないからな。開ける？いや、まあダメですよね。普通に考えて。鍵を落としたりしないの？お前。絶対これさ、あれでしょ。あのパターンのやつでしょ。知ってる？あれ違う？あのパターンのやつじゃないの、どうせ。不安じゃないの。不安の意味ない、意味わかんないよな、そんなのは。それともこいつを 刺せば、鍵が拾えるみたいな。当たった。やったー、バカだ。バカっす。あまりにもバカっす。あ、なんだ。あ、この人って、逃げましたーってこと？わあ、なんか放たれたー。やめてー。なんじゃこれ、ナーガ的な。気持ち悪。放たれた。いや、お前らが悪いんだからな。なんか竜の使いなのって位置づけなのか、こいつらって。間違った。なんで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 、入りますんで許してください。うるせえ。なんか逃げ始めた、もしかして。あ、逃げてる逃げてる。俺も逃げよう。 下から来るんだ、きっと。逃げてんのかな。上がってくる上がってくる。怖。逃がして逃がして、俺も行くわ。ちょやめて。いたいたいた。ちょやめて、それは。どうしたいねんこいつ。くちくしょう。ダメだ、圧倒的不利だから無理だ、ここ行けない。いて、あ、俺あ、いて、ちょが、マジか。 俺のエストが封じられた。ああ、どんどん上がってくる。帰っていく。委員会。なんか蛇の人たち避難してたね。そんなに怖いのかな？ちょっと。戦ってみる？いや、もうなんか無視していっちゃうんだけど。いやいやいや。そんな大したことないやろ。お、開いた。あ、ちなみに、もう鳴ってないんだけど。大丈夫かな？もしかして、一回だけ？鍵が変わっている。ここダメなの。もしかして、一回しか味わえないこと、あれ？開いている。開いた。一回しか味わえないことをもしかして不意にした？その可能性あり。まあ、ええわ。どんどん結晶化してる。なんかアイテムなければ開く必要ないか。宝箱あるとも思えないしな、こんなところに。
死体がある。校舎、書庫と牢屋の別鍵。さっきあったな。さっき開かないところがありましたね。違うかな。なんでそんなの持ってたんだ。うっす。どうすか。お、なんかある。大きな装備。そんだけ？いや、そんだけなわけないやろ。そんだけなわけないやろ。ないんかな。今オフラインだからな、多分。ないっぽい。ないっぽいな。他のところにも開くとこがあるんだろう。別鍵って表示されるところがきっとあるんじゃないの。なんかもういいの。さっきはサイレン鳴って警報みたいになってたけど、今回は行かなくていいの。下に落ちちゃう。戦いたいんだよ、俺は。お前らと。嘘です。嘘でーす。なんかめっちゃいる。囚人が脱走したからって、なんかとんでもないモンスターを放つのはどうかと思うんですが。あ、なんかはしごがある。とりあえず放ってみるか。自らの手で。さっきヘビいたよな。ここに。あ、いるいるいる。ヘビ人、久しぶりだな。いやー、しまった。2人相手だと厳しい。もう一人いるしな。どうしよう。回復しよう。もう一人相手なんか来ないな。全然。雷魔法使ってきたりしないの。いやー、これ2体だと超強いんだよな。はい、クソ、ダメか。あー、やっちまった。危ね。奥だ。押しまくいってる。ギリギリだな。ギリギリの戦いすぎるだろ。気づいたか。やべえ、来ちゃった。パリ成功させないと厳しそう。いやー、難しい、パリ。はい、オッケー、オッケー、決まった。焦るよ。さあ、どう。あ、こいつはこれでいいや。マイク浮いちゃった、ごめん。鳴らしとく？あれ？おー。放てー。で、これが鳴るとどうなるの？あいつらが動き出す。動いてる、動いてる。で、戻すと。終わりました。もういないし。ちょっとうるさかったんでね、止めときましたけど。お前、ハルシオン落とせよ、たまには。はい。え？鳴き声が聞こえる。ライデルさん思い出すんだけビッグハットローガンの帽子？怖っ。そういえば今回なかったね、こういうの。ああ、あったわ。講釈と大扉の鍵。へえ。
これ何なんだろう。まあいいか。